創立から60周年を迎えた武藤。オーバーインクジェットプリンターメーカーの大手である武藤は、東京世田谷の本社にショールームを武藤デザイニングギャラリーと名付け、この度オープンしました。デザイニングギャラリーでは武藤グループの最新の製品やソリューションを展示。ショールーム正面には次世代 LED バーライト、クールライトを最大限に使用し、武藤コーポレートロゴサインが設置され、訪れる人々や行き交う車のドライバーの目を引いています。そして左奥の武藤ヒストリーギャラリーでは、ドラフターからペンプロッター、CAD、そしてインクジェットプロッターへと、形あるもの図形ありという言葉に形容される設計製図の武藤が歩んできたものづくり支援の歴史を製品とともに紹介しています。また商談コーナーでは、武藤グループのワールドワイドな展開を表現したタペストリーを九州のメディアで出力展示し、オーバーインクジェットプリンタの幅広いメディアへの対応力をアピールしています。さらには日本初の屋外向けオーバーインクジェットプリンタラミレスを生み出すなど、業界のパイオニアとして常に新しい息吹を吹き込んできたオーバーインクジェットプリンタの最新機種バリュージェットシリーズを一堂に配置したデモンストレーションルームなど、武藤の製品や個々の機能を実感いただけるショールームとなっています。武藤はこの度、新型プリントヘッドを2個搭載した64インチ対応の VJ1638 をリリース。すでに販売している54インチ対応の VJ1324 の上位機種にあたり、サイン市場における新しい世界戦略機として、お客様のさまざまなニーズにお応えしています。武藤の主力事業であるオーバーインクジェットプリンターの世界ブランドとしてワールドワイドに展開しており、ハイスピード、ハイクオリティ、ハイコストパフォーマンスが特徴です。主力のサイン市場はもちろん、工業、アパレルなど用途ごとに様々なサイズ、インク、メディアに対応し、お客様のニーズにお応えしています。主力のサイン市場では、低溶剤インクでマーキングフィルムやターポリンに、旗幕やアパレル業界では消火転写インクやダイレクト消火インクでのぼりや懸垂幕に、変わったものでは着物地への柄の印刷も使用できます。また多機能性の MP インクでは、段ボールやアクリルなど溶剤インクでは印刷できないメディアへの印刷が可能なため、さまざまな用途で使用されています。バリュージェットシリーズは市場用途ごとに最適な機種を取り揃えています。武藤ではオーバーインクジェットプリンターの新しい市場としてカーラッピングに注目しており、弊社営業者でも実施するとともに、根強い人気を誇る車ローバーミニにカーラッピングを施し、ショールームのメインとしてデザイニングギャラリーに展示。ラッピングフィルムへの印字には、最新機種であるバリュージェットシリーズ VJ1638 を使用しており、ショールームに訪れる多くのお客様にアピールしています。カーラッピングはこれまでバスや電車などへの交通広告として、また企業の営業者等への自社広告として認知されてきましたが、ここ最近欧米では個人の趣味として車を装飾することが流行り出しており、日本でも板車などに代表されるように普及の兆しが見え始めています。武藤ではオーバーインクジェットプリンターの新しい市場用途としてカーラッピングに注目しており、実証実験を弊社営業者でも実施しています。また今回弊社オーバーインクジェットプリンターのバリュージェットシリーズで印字したカーラッピング車両を弊社ショールームに展示し、来場された多くのお客様に見て触っていただくことでカーラッピングの普及に努めています。日本国内はもとより、全世界に向けた武藤の挑戦はこれからも続きます。